Fernando Cuadrado es inertia Uruguay.多くの人たちは自分たちの毎日の活動が地球の環境にどんな影響を与えているのかについてあまり考えません。その一つがフロンガスの使用です。フロンは冷媒、溶媒、そしてエアゾル製品の噴霧剤として使われています。空気中に放出されると薬品は大気全体に散らばります。大気の上層には少量のオゾンを含む層があります。オゾン層は有害な紫外線が地上に届くのを防ぐ壁の役割をしているので生物にとって重要です。数年前、たとえ非常に少量であってもフロンがオゾンの破壊の原因になっていることを科学者たちが発見しました。フロンが大気圏の上層部まで上昇して紫外線を浴びると一酸化塩素という非常に反応を起こしやすいガスを放出します。一酸化塩素は触媒として作用してオゾン分子を破壊しますが、一酸化塩素自体は変化をしません。たった一つの一酸化塩素の分子が数千ものオゾン分子を破壊する力を持っているのです。オゾン層がひどく破壊されると皮膚がん、白内障、人間など生物の免疫システムの不全など健康被害が増えると考えられています。紫外線に敏感な農作物も打撃を受ける可能性が高いのです。1984年に南極大陸の上空でオゾン層にオゾンホールと呼ばれる穴が開いているのが発見されました。最近では北極からスカンジナビア、北米にかけての上空に同じようなオゾンホールが発見されました。私たちがどんな化学薬品を空気中に放出しているのかに注意して生活すれば、私たちもオゾン層の保護に役立つことができるのです。